はい。 バンドとかけましてストレート一本勝負尊きますその心はフォークはいりませんありがとうございますはい、えー、わらば研究所今週もよろしくお願いいたします6月9日土曜日、えー、14時になりました、えー、当わらば研究所研究員ケイシー高見社でございますどうぞよろしくお願いいたします さあ、そしてわらば研究所ではですね、この毎回このゲストさんをお迎えいたしまして、え、そうなんですよ。えー、今週もね、えー、素敵なゲストをお呼びいたしました。これもうえ、あじゃあ先にね、マイクすみませんじゃあもう入れちゃいますね。はい、もうねもう喋れちゃいますね。はい。<laughs> えっと。 どういう肩書きにしちゃいましょうかね。東でいいですよ。東さん、はい、はい、まあお笑いで人をつないでおります。笑いで人をつなぐ。はい、たまにお笑いもやってます。はい、はい、お笑いを生き方として楽しんでおります。東でございます。よろしくお願いします。かまました。東さん、今日よろしくお願いいたします。よろしくどうぞ。はい。えっとね、え、東さん、出たばかりです。すみません。本日あの。 メインパーソナリティもう一人やっております、当研究所所長のね、ホーリーさんがちょっとお休みでございまして、所長がお休みということで、緊急時代ですよ、これは。そうなんですよ、ちょっと重役会議があったのかな、なるほど、か出張か何か、そうですね、もう、まあ、これで一応ね、毎回、研究所、研究員がね、ちょっと、留守番兼ねながら、当然、トークスキルも上げながらでございまして、やらせていただいておりまして。はい まあこれで五十六分間よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますと言ってもねまあ東さん本当にねもうまあ結構付き合い長いですからねそうですよもうラジオのリスナーの頃からのね。今日は本当にもうねフリートークだなと思ってよろしくお願いしますよろしくお願いしますそうそうそう今ねさっき話出たんですけど東さんはそのフリーでいろんなお笑いもやられててそうなんですよ とつながる人つなぐでまたでまたマルチのはね才能お持ちなんですよね。これもまたね後で。そうですね。ええどういう人なんだろうか。うん。東さんあんまりねこう舞台とかで見られるんだけど、こうあまりこうラジオでガッツリ自分のことを喋るってことあまりないんじゃないですか。そうですね。この間他局でやりましたけどもね。あったんだね。の旅でね。あはあはあはちょうどマウラだなだほぼほぼマウラだな。 ええとラジトミングスクの方かな。そうですね。はい。はい。もうでもねそんなねラジオの曲の壁を越えてね。そうですよ。そうそう。いろんなところに共有していきましょう。そうです。コミュニティ FM ですね。そうです。地域のつながりですから。そして表のつながりでございますので楽しんでいきましょう。ねこれがラジオのね醍醐味ですからね。そうです。はいということでまたあのこれから五十六分間でございます。今日のね東さんをおはこちらお呼びしてのテーマがですね。はい。え。 言葉遊びでございます言葉遊びザザンということでございますね、あうさすが盛り上手いやいやもうラジオが作る側の気持ちも聞く側の気持ちもわかりますのでねこのね言葉遊びっていうのもねまあまあまあ今更ながらですけど僕が謎かけをやらせていただいて謎かけ名人ですからねえや本当にもうそんな中で東さんもね謎かけでねあのこう あれよあれよって言う時に僕のいないところでうまいことを言っていただいてそうですよ謎かけの普及に僕も一役買おうかと思いましていやいやもうね一緒にもツインパワーでやっていきましょうよそうですこれね東さんの舞台で見られるあそうだ先にねこれ東さんは主にどういったステージとかで見られたりしますか えーまあ、不定期ですけれども、はいえー、FEC さんで、ね、沖縄のお笑い、はいえー、芸集団 FEC さんの「コザお笑い劇場」というのが去年は毎月あったんですけど、はい、今年あの会場の沖縄市、えー、小林旧古輪座沖縄市民劇場芦比奈さんの「 都合でですね3ヶ月に1回ですけども、うん、今年は出させていただいてましてコザ、まあ、芸人枠ということで私コザ出身な在住ですけども、はい、ということで<ー>、まあ、テレリンスケということで照屋凛ケさんをオマージュしたコザに特化してですねコザ <laughs> のレジェンドをこれも継承していこうということでうん、うん、意外と知らない人がコザの人でもまたお笑い芸人でも多いので照屋、うん、スケ先生リンスケさんのオマージュで「照ンスケというネタをですねうん、うん、やらせていただいております。まあ、あとは那覇市 処理のあるて崎山さんのオープンマイクでフリーのです、ね、ライブがありますけど、うん、そこに出てみたり、うんまあ、あとはいろんなところで MC ですね「うんえー、ヒューマンステージの幻」フェスティバルかこの間はとかまた実習企画で後で詳しく話しますけども、うん、音楽の、まあ、ライブイベントなどなども。うん やっております。はい。ね、うん、あのフリー芸人、あ、芸人というラジオのパーソナリティもやってます。ごめんなさい。ですよね。はいはい、フリーのこの、えー、まあね、立場ながらも、うんはい、これだけのね、お仕事をねこなしてるっていうことは、いはい、なんだろうな、あの実際こうやってね、いろいろ事務所とかもあるのにもかかわらず、うんいはい、これだけのやっぱね、あのまあ力があってでそれでまたいろんなお呼びがかかるっていうのはね、うんはい、これだけたくさんのまたね。 いろんな面白い人、ユニークな人がいるってことですよね。そういうことですね。人のつながりの中で沖縄は本当にみんなが主人公になれるぐらいですから。出たがり多いですよね。多いですから。喧嘩喧嘩なしちゃがね。多いですので、盛り上げ係が多いですので。まあそんなな、自分もなんかこのある意味フリーでやってる立場としては、なんか東さんとはすごいなんかこうあのなんていうの、まあ心配性と言ったらちょっと勝手ですけど、あのなんか仲間似てるなって。うん っっていうの思たやつだけででところもねラジオのリスナー狩りっていうところもまた出発点が一緒ですし過去ニコ生も一緒にやってましたしそういうところで言葉遊び的な要素も一緒ですから芸風がねリスナーからというところが一緒なんですけどそうなんです「ラジオジャック」っていうね「ラジジオャッ RBC」の伝説番組ですよ美濃和さんの番組のねヘビーリスナーでございましたけれどもねこううななんだろあの まあ、もちろんラジオは今でも元気なんですけども、えー、あのラジオのこのディスクジョッキー番組、うん、このはがき職人が毎回このしの,ぎしのぎを削ってね、うん、あの今はもうメールだからすってこ送れるんだけどはが、い、きで,、ね、で送るっていうこのね、はい これがスリルがあったんですよねこの要所をまとめてね気象転月はっきりさせていかに読まれるかっていう工夫をするというネタも新鮮で誰にも嫌がられない中身をねかつ面白いっていうねこれはもう言葉が洗練されていますしセンスが問われますよこれもうゲチなこと言うとあの時に使ったはがけたいくらしたんだろうってね本当にねストックしてましたからね毎回の郵便局に行ってね束ねで買っで。 ってだから採用よりも「ボツ」の数の方が絶対的に多いだけですから。ですよね最初の時は絶対ね「うん、ボツ」かあったりとか。あったんですよね。ねもう毎回の呼ばれる方でも時には時間のつい呼ばれないそうそうそうあのなんだろうなこうまあディスクジョッキー番組、うん、もちろんそのパーソナリティもまも個性がある方もいて、はいうん、でまたあのこの曲がかかるっていうのが。 自分のリクエストがかかるっていうのが本当ににうれしくってねもうやっぱ、まあ、さっきのように、うん、今はもう聴きたい曲が、うん、もうそのまま今はまあ携帯でも聴けますしそう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 だん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 こうラジオも様変わりしてきますよねそうなんだよね、うん、今「ラジコ」っていうまたねすごいう便利な「ラジコ」のあれはもうなんだろう革命ですもんね革命ですよ、うん 僕も本当いろんな番組をリアルタイムで聴けない時はオンタイムで聴けない時はあるでいろんな番組をね聞いてますよでこれをなって県外の放送局がそうそうリアルタイムで聴けるっていうのはだから県外のリスナーさんも増えてきてるってことですよね沖縄のローカルの番組エリアフリーで聴けるっていうのがあってこれは革命の扉をねこじ開けてますよだから今ラジオを聴く若者が増えてるらしいですよラジコの影響であそうなんですね これはもうまたそのまあ3000今まで AM のことばっか言っちゃうとね怒られちゃうんですけどい要素は FM 那覇ですからでも FM な派も今こうしてね YouTube でも見れたりとかポッドキャストでもこれ耳だけじゃなく目でも楽しめるそうなんですよなこ見て楽しいっていうのがそうそうでまたあのポッドキャストとかするとまた何十年と残りますからねそうなんですよいや自分が出たオンエアしたね出演したのも 後で聞けるとかね、うん、自分で反省会もできますのでチェックできますから、ね、これ便利ですよ。でラジオに出るっていうのが本当にこううななりましたたねそっだから、ねたあのー、ラジオが好きだったら番組もモテるぐらいの勢いで、うん、今本当に身近なものになってるし、はい、コミュニティフェイムも、ねうん、各地域に増えてすごく身近に。 家庭にね馴染んできたかなと沖縄またねそういうラジオに馴染みのあるあのよく聞く方が多いで職場でラジオなのが多いですよねタクシーなんかほぼほぼラジオですからあそういえばこの間ねあの夜タクシー乗ったらなんか普段この時間に聞き慣れないコマーシャル流れててでゆくゆく聞いたらラジコだったんですよラジコを聞いてて昼間のラジオを聞いてて川光さんの番組はいはいはい と思ってたら運転手さんに「あこれラジコですか?」って聞いたら「そうなんですよ僕この時間聴けないので」ていろんな音楽を流すやつでしょテーマに沿ってね「夏メロ」とか結構ね流すんだよねあのねコミュニティもそうそうこの地域だと聴けるっていうのがあってたまにねあの こう渋い選曲だなってから<う>ずっと延々となんか歌謡曲流れてるな思った、うんうん、思ったら歌謡コミュニティだったとかそうそうそうでこの運転手さんのこのね癖というか趣味がわかりますね、うんうん、そうだね、うん、まあそこでまた会話が生まれてね、うん、その脇あいあいとですね目的地まで行けるのでいいと思いますよラジオを介してコミュニケーションが深まるっていうのはすごくいいことだと思いますね、うんうん、でもこのねあの芸人さんってあのよくね、うん ラジオをもっと聞きなさいってるいの芸人さんが言ってたんですけどラジオを人で聴きながら車の中でもいいしそれにパーソナリティが喋っていることに対して例えばツッコミとかなるほどね言葉でやり取りが拾ったりとかしてまたあとリスナーさんからの面白いネタがね ままたたメールが面白いラジオの番組がそのままテレビになってるのもあれじゃヒーポップさんとかもそうなんでしょうけどまあ昔で言うとキンドまあそうそうそうそんな感じですちゃんのどあれもねラジオでこのはがきを読んでいたのがそのままテレビに公開式になっちゃったっていうのがあってだから可能性は広がりますよね。 高がね、テーブルとマイクと電波だけですけれども。うんうん、本当にパーソナリティというぐらいで人、人々、うん、その、その人となりがね、うん、伝わってきました。お互いの。そうですね。パーソナリティと、そのリスナーのね。 僕も最近ネタはもうほぼラジオのネタです。テレビや林枝家のリンリンラジオっていう。あのあのネタ好き。い。ろんなねつしが効くんですよ。あのメッセージネタもあるし、最近ではラジオ化ネタとか、天気予報ネタとか、もう本当にいろんな形を今までラジオでね培ってっいうか、ラジオからそのもらってきた楽しみをねネタに変えてるっていうね。これはね見てるお客さんがあのああるあるこういうの いいいうののががね、うん、共感でできるのがいいですよこういうラジオ番組あるよねとかあとこんなリスナーさんいるよねとかラジオかレポーターでこういうことあるよねとかまあそれぐらいラジオっていうのがね、うんうん、こう沖縄では沖縄ではっていうかあれね、うん まあそう個人としてるだけでございますよ。そうですよ。だから今日のテーマの言葉遊びもそうですけど、うんうん、ラジオって音楽も大事ですけど、うん、やっぱその人の言葉っていうかね、うん、えセンスだったりその滲み出るものがありますので、あと語彙力もね。うん、そう。これが意外と大変なんですよ。いろんな言葉してないと。そうなんでたあたふたしちゃうんで。そうなんです。でかつ難しい言葉だとまた逆にね、うん、え考えさせちゃいますからリスナーの方ね。

改めて沖縄狭いなあのころのだから絆が今も繋がってるわけですからラジオ好きな人たちのつながりっていうのはここのねおわらば研究所さんのリスナーもそうでしょうけどもつながりは深いというかねいいと思いますねこのつながりは。でこれがさっきのですね笑いで人をつなげるきっかけはもうラジオなんだけど僕らもラジオで人々をつなげるということにもなるってことで。 ね、なんかこうねまとま,りまとまりそうでまとまらないんだけど、まあ、これもまたこれでお、ね、おごやきょうということで,そうです、ね、結論づけない方がリスナーさんにとってもいいかもしれませんね。まそんなね今日もラジオの話もね、うん、いろいろ盛り上がって本当にラジオの話だけでフリートークしたらね次回もたぶ潰れると思うんですけども <laughs> そうね名物パーソナリティとか名物リスナーとかでね,かねそう話したいんだけどね,ねそうなんですよこれはまたテーマがありますね。 東さんのこのネタってね例えばあのこうなんだろうまあ大喜利的なものとかねあとこうあんまりこう沖縄のあ沖縄テイストも売れ入れながらもであのんまりこうまあどちらかというとまあいい意味でですよあ昭和臭いというかそうなのよ小ネタのね泥臭いってそうそそううがいいですよね余生芸と言われてますよ。あのなんだろうなあのあとこのまあ もともと落語とかはあそういうの好きだったんですか。そうそうそう好きでララ、うん、落語もよく聞いたり見に講座に行ってましたね。うんうん、今も行ったりしてますけども。でそんな自分が、うん、あのまあこうやってあの人の前に立とうと思ったきっかけっていうのはあったりするんですか。うん、あまあ職場とか友達同士ではまあモノマネしたりとかうん、うん、えまあなんか二次会的なとか忘年会的なノリでなんかうん、うん。 ま、真似事で漫才とかしてましたけど、まあきっかけは、そうね、あの、まあ、は、あ、東日本大震災の時に。あはい、まあ、あの、し、支援のボランティアに行って、はい、まあ、いろんな被災者の方と話をしてると。はいはい 笑うこともできなくなったとか、うん、笑うことで自分らしさを取り戻したとか、まあ、生活の中に笑いがあることってすごく当たり前のようで実は特別というかうん、うん、結構生きる力につながるんだなっていうのを感じたりうん、うん、笑いいいいでなんか人を救えたたらないいなみたいなのがその時に芽生えたわけですようん、うん、でその時同じタイミングで、まあ、シンガーソングライターのナユタさんというね、うんえー、いますけども沖縄に。うんうんうん とと出会うことで、まあ、自分のそういうメッセージを音楽を通してライブとかでまあ表現してる伝えてるっていうことにすごく僕は共感というか感銘を受けまして。 でまあ、笑いを通してそういう、まあ、なんか笑いで人を救えるようなことができればなあということをきっかけにして、えー、背中を押されそのことをナ由タちゃんにも相談したりうん、うん、あとハンさんも金城さんにもですね相談したりして、うん、やってみたらみたいな、うん、本人は多分もう今覚えてないかもしれませんけど、うん、まあそういうことで、えー、7年前の4月ぐらいですかね、えーうん、FEC さんの「f ライブというねこれオーディションライブですけれども、うんうん、に初めていわゆる機動戦を頂い,いて。 お笑いライブというもののライブのステージはこれが初めてでしたね。これがねこういういろんな出会いとかあってでもこの十何分の間にね沖縄芸人さんの名前ぶん出ましたね。沖縄芸人さんそれとまたね芸能人の名前それだけ影響を受けたことがたくさんあったと。そうういことですよこの東さんのねまあまあこれ。 あ、まあそのね、初めてやったネタって覚えてます？初めてやったネタはモノマネです。もう何度そうですマイクを使って、まあ忘年会とかでやっていた馬に乗って走る男とかああいうやつです。本当に寄せ芸みたいな感じで、上手い人の卓球とあの下手な人の卓球の違いみたいな。これラジオでできますか？やってみわかみようかな。ちょっとあの失礼たらすいませんね。軽ですでは、まじゃちょっとじゃ。 ちょっとじゃあねマイク僕の部分落としますんで、はい、じゃあ耳で皆さんちょっとお楽しみくださいはい「はい、馬に乗って走る男」えー、<laughs> みたいなね感じでねで、まあ、これにいろいろくっつけて馬に乗って橋を渡り橋の上で銃を撃って銃を撃った勢いでおなら出ちゃう男みたいなのもやってまして <laughs> 今日できるかわかりませんけどちょっとょチャレンジしますねお願いします、えー <laughs> みたいなね。いや本当これはもう耳をすましてくい。これあのこれ改めて思ったんですけど、芸人さんまあそうステージやってる芸人さんそれ演者さんがあのいろんなやってますけど、あの沖縄のこの場合ってお客さんがね聞くぞっていう体制に入らないとなかなかこう楽しめないですよね。そうだねあれはこうなんだのこうまあまあねちょっと見てくれとかちょっと あのビジュアルで笑わせる人たちもし,そう、ね、しかも一般参加の初出場だったからねかなりのだからアウェー感だよね<ー>こいつは誰だから入るから <laughs> 2>, で2分しかネタがないのでそこまで距離を縮めるにはもう時間かかるわけでしょでしかもオーディションですから、はい、点数つけたろうみたいな感じでこう肩に力が入ってみますから、はい、<laughs> もうこっちが思ってる以上に予想以上に向こうの方はかなりバーを上げてみるわけですねネタ。多分うんうん わかる、きついじぞ、だからね。あの、僕も初めてやったのが。まあ、お笑いライブっていうその名目で、出たのが、本当に謎かけ一本だけだった。はい、はい、僕見に行きましたけどね。はい、はい。その説はどうもですね。あのね、その後、あ、僕はもう、よし、やり切ったぞっていうのがあったんですけど、楽しかったぞってあったんだけど。祭典っていうのがあるんですよね。そうなんですよ。アンケート。でねそうなんですよ。あれクセものなんですよ。そうなんですよ。 やっぱね、ほら、笑いなんてその人のね、うん、まあそれぞれなんで、はい、例えば、うん、まあこの人はすごいね、逆で笑わせる人が,、はい、人がそのつぼっていう人もいれば、うん、でこうやって僕らみたいにこう耳で聞いたりとか、うん、で語彙力で話したりとか、うん、それで楽しませてああこれうまいなってそういうなんか、はい、まあこう、本人の名前で言うのはあれですけど。はいあの 上質なですよねまあ,まあまあそうういうことでですすね昔ながらのよねよく言ってるのは知的ネタなんてね言われてますけどうん、うん、まあ謎かけなんかもそうですけどもこれまたの謎かけなんてね、うん、だって僕らが。 たところで、お客さんに伝わらないとね。はい。そうなんですよね。壁ができちゃう。そうですね。もう謎かけすら知らない人が増えてますからね。はい。あの謎かけってな、日程ね。そうあったり。説明から入るってきついですよね。で、だって、あのまあ、これね、まあ、以前中岡さんのね、なんて答えさんお呼びしたときに。あの沖縄ってやっぱ余生がなかなか見れないし。ま今最近は増えてますけど。あと、商店もやらない。まあ、ね。うん。だから、あのこう、まず。 落語って何寄席って何ってうと始まるところそっから寄席から生まれた謎かけのその面白さ大体何ってただダジャレでしょみたいなねそうそうそう親父ギャグでしょみたいな言われるのがちょっとその人の感想なのでそれは否定できないんですけどあれちょっときついですよねきつあれはそうそうそうあのね忘れ申しない僕これ去年ねこうまあ町側でイベントがありましてでそれであ挨拶がてらちょっとうまいことを言おうと思って。 まあ見に来てる方は結構年配の方が多いわけですよでそれで「あのどうも今年も始まりましたねこのイベントね今日もね皆さんもねたくさんの人々来ていただいてまあまさにねこの2つの意味でね恒例ですよね」ってあなるほどねでこれでそしたらシーンとしちゃって手前のお客さんなんかねあの 失礼な人だね若いよ私たちは高齢じゃないよいやそこじゃないんだ思いながらあれはねもうなんだろうこれがね綾野浩二君丸さんならちょっと笑ってくれたかもしれませんけどねあのやっぱりねうそ綾野浩二君丸さんもそうなんですけどまずいきなり初対面でこういじるネタっていうほども 高いのないいですよね。やそれはなかなかのなかなかの攻撃力ですあれはもう綾小路さんっていうのもみんなもうやっぱ認知度がもあるからそうそうそう分かってるからね免疫もあるしフィルターもないからそうそうそうでまたあの綾小路さんのあのビジュアルっていうからまあまあまあ嫌味がないそうっていうね特にねあのまあ僕も DVD でしゃべったことないんですけど自分でちゃんといじりながらで あのでも自分の自身のことをこんな狸みたいなやつに言われて<笑><笑>ね悔しいと思ってるでしょって,言ってそこで落とすからね、うん、であのそうなんですよね、うん、それであのこうまあそんないじりがあったりとかもしてでそれでまたあのなんだあのまあ謎かけでもちょっといじりでやってみようかなと思ったけどいじりはやめようって <laughs> 正当派でいこうとそう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 ,そう無難に無難にってね,そうですねなりますよ、はい。うん でまあ、そんな中でなんだあの謎をかけもじゃあその作り方からやってみないといけないなと思って例えば、まあ、東さんもいろんなステージでやっておりますけども今まであこれ受けたなとか。 はい、なんか謎かけ、うん。謎かけで。受けるっていうかね、っやっぱり。あこのまあ、謎かけも、ネタも、そう、妖精芸もそうなんですけど、もちろん面白いって言われるのがいいですけど。うん、上手いってね、やっぱり言われた方が、なんか、いい、はい、いいなっていうね。はい、ありますね。あのー、う、うい、うまいなって、自分で思ってて、あんまり場内で受けなかったやつが。はい 引き出しとかけまして、はいはい引き出しとかけまして、コーヒーととく、コーヒーととく、まあ専門店のコーヒーととくって言いましょうか、専門店のコーヒーととく、そのところは引いてから入れますっていうね、あはなるほどね、なるほどなるほど、引き出し引いてから入れるし、コーヒーもまみを引いてからこう入れるじゃない、それが引いてからな何みたいなね。 俺面白いうう自分の中でうまいなと思ったんだけどなみたいなねこう引、ね、いてこの同じこのね2つ重なってるでしょこれをあのやっぱりこのまあこうすぐ即座にこの反応できるかというと。うんうん ちょっとやっぱ違うのねあと最近ねジェネレーションギャップだなって感じるのがまああの例題的にね謎かけをちょっとつなぐ MC とかでつなぐときに謎かけってこんなものです例えばじゃあギターね音楽のライブギターじゃないですかギターとかけましてワープロとときますおその心は綺麗に奏でますお綺麗に奏でますなるほど普段綺麗に奏でるしワープロも綺麗に奏がカタカタって出るじゃない若い人は ワって言って知らない「ワードああ」みたいなねもう今スマホとかね携帯で文字を打つからワードプロセッサーを知らないのよ学校の授業とかで使うのがワードのソフトぐらいみたいなそそだだねねう時代はやっぱ言葉はね変遷していくわけよどんどん変わっていくから生ものなんですだからこれ勉強になりましたね 逆にその場の,、うん、あの年齢層というかノリが分かるっていうリトマス詩的なね「はい、あ」っていう人はワープロが分かる年代だし「うん、は」って思う人は,人は、ね、あワープロはちょっとあれだなみたいな、ねうん これはね実はさっき私ちょっとねガチャガチャしてるんですけどもこれねちょっと初めての試みでねフェイスブックのこのライブ配信あるでしょこれでねせっかくだから謎かけのね答えを募集してみようかとその間にもですねちょっと謎かけのちょっとねお話もしながらなんですけどもあと僕がね最近そうねまああの まあ以前この放送にも出ていただいた、はい、虹の森文庫ね、はい、子供さんたちが、はいはい、出張<ー>謎かけ教室ねああそうなんですよ、はい、話が早い、はい、でそこで謎かけを広めようと、うん、でもそれで始めたのが、うんえー、まあでそれで最初はねみんなね、うん 謎ぞと思ったみたいで、まあそうなるわね。謎かけって何？俺なんかライブでな謎かけって言ったのに、ああのあ終わった後にね、いやさっきの謎解きは良かったです。いやなんのミステリーもないから、なんも謎なんかないからうんあのねあの解決ゾロリじゃねえんそうそうあれあいえありがとうございますでその場はちょっと濁すけどね。なんかねそこで言葉の意味からまずだよね。やっぱこのやっぱこの一食たにされされがちっていうのと、まあじゃそこから じゃあ謎かけて何っていうのを教えていくわけですけど、うん、そ,それからやっていかないと進まないからでまずその同じ子供たちでも、はいまあ、幼稚園とか小学生によってだいぶ言葉も変わってくるのでもうベターなものからで、うん、例えば言い方は一緒なんだけど、はい、違う意味のものを、はい、なんか引っ掛ける言葉だよ、はい、橋橋そう,そう,そう,そう クイズ形式にしてじゃあ「空」とかけまして「虫」と虫」ときますその心はさてなんだって言った時にそれでもまだピンときてないと思うから三択問題にして1番「晴れ」2番「雲」3番「雨」っそれで「あ雲」「当たり」みたいにそんな中でやっていったりとかあとは同じように「雨」とか「キャンディー」とかけまして「天気予報」とか。 それでなるほどって遊んでいくわけなんですけど興味をね示していかないとこれは強制したらもう全然身につかないもうそんなのそんなのより全然もうそんなのよりはゲームしたいっていう人あいるね今そういう思考ですからねもう難しいってね国語の授業みたいなんて言われたこともあったりねああそうね国語の授業なんだけどそうなんだよねここなんででそそそそうううう これを自由気ままに作ってみようよっていうのがねこれがまあその面白さであってあんまり僕らもこれ押し付けにならないように言葉を楽しむっていうことが大事なので日本語のね同音義語今そういうのがなかなかねもう電話すらしないで LINE とかメールで済ますじゃないスタンプだけでだからそういう言葉のコミュニケーションが減ってるのでなかなかさっきの語彙力もそうだけど持ってる言葉を発するっていうか いうのはなかなかない言葉の意味を理解しようとするのがねまああの深く深めようということはなかなかない辞書まで調べたりとかねあのもうねまあメールだったら例えば単語変換でね同意義語が出てきたとかねそうそうそうそれを見てあ、時間打ち間違えちゃったとかねあるあるあったりするんだけどまああのこういったところであの まあ本当はこういったところで言葉にこんな言葉があるんだなって覚えるんだけど今のさっきのスタンプでっていうところがあ、そっかそういうことかちょっと今自分目から鱗ですねえっとねそんな中でもすみませんさっきから全然うまいこと言ってないんですけどもえっとお題来てるんですかいやちょっと待ってくださいね最近できた謎書聞いていいですかあ、行きますかこの間ねマージャンってお題をいただいてねマージャンが知らない人がほとんどだったらと思ってわざとパスしたんですけど悔しいのでここで言いますはい マージャンとかけまして、マージャンとかけまして、ストイックな女優とくストイックな女優とくその心は役作りに夢中ですっていうね。あ、役作りはいはいはい。マージャンは役作りに夢中ですね。いうのをねやろうと思ったんですけど、マージャンが分かんないとね伝わらないなと思って。世代世代的にはどうだったんですか？ん？世代的なだいたいどれぐらいの人がいたんですか？まあ幅広い。三二三十代もいれば六十代の方もいて。 難た。はい。えっとねまあ僕だと最近だとまあね世界情勢とかけまして上方落語とときますああその頃は米朝の話に注目ですってね今もう新聞は全部米朝米朝ってね米朝会談でね何だろうってもう米朝さんがねご存命だったらね何があったんだってねほん当に。 その中でもですね、例えばね、謎かけのお題募集中でございますはい、失礼いたします。えっとね、これね、収録なのでね、今、リアルタイムでラジオを聞いてる方ね、何をやってるんだろうって感じなんですけども、そうなんですよね。なるほどね、そういうタイムラグがあるわけだな、そうですね。視聴者、リスナーさんからも謎かけのお題を募集したりとかですね、じゃあちょっとね、自信ネタでなんかね、ないかなと思ったらですね、まあ、 まあね、時事ネタというか、はい、これダジャレなんだけどね。はい、えっと、こうまあ某大学の,<う>の某大学アメフトボタを掲まして。なるほど、今話題の。えー、あのあ某大学のえー、アメフトボタ掲げまして、沖縄で。 あいつ許せねえますその頃はタックルするんだって普通に言いますからね沖縄の人はねそうそう逆になんかね初めて聞いた人がタックルするのって感じでそう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 いったことがあったりするんですよねえっとあとはまあやっこのこの時期だからこそ話せるネタっていうのあるじゃないですかまあまあまあ旬なね旬な話題とか絶対今でしか使えないネタとかねあのえっと 最近だと何だろうなまあ梅雨とかね空梅雨とかいろいろあったんですけど梅雨でありますか梅あよく僕がツイートでやるのは「梅雨この時期」とかけましてっていうねあってコンビニのざるそばととくとは梅雨入りです」みたいなのくやってますけどもねこれもねそうそうそう子供たちにもよく教えるんだけど。 あのだいたい5月6月とかけましてまあ例えば言い方一緒なんだけど意味のものって梅雨と梅雨とかね。そう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 。あのなんだろうな、ちょっともうちょっと話を広げてみると、例えば沖縄だったら例えば那覇ハーリーが5月にありますね。那覇ハーリーが終わるとなんかそろそろ梅雨が来るぞ。そう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 。でイトマンハーリーで梅雨が明けるぞみたいなね。そうそうそうで、ということはじゃあ那覇ハーリーとかけまして。はい。 今日は冷やしそうめんだよとときます。その心は。梅雨の準備をしようとかね。そうそうそう。そうそうそう。で、まあ、こういったことがあったりするわけですね。いいですよ。これは。沖縄時事ネタみたいなですよね。あの、沖縄の、まあ、方言、とか内縄口で、あっちにやったりとか。ああ、ね。うこういった、あの、のも、もっと広げられると面白いですけどね。確かにね。で、今ね、あの、まあ、さっきやってたんですけど。 意外とお題が来ないもんだなって、<laughs> <laughs> だからちょっともう、それはまあね、うん、仕方がない,いまあね時間帯、まあ収録の時間帯もそうでしょうし、家事でいろいろ大変でしょうけどね、いやーあのね、<うん S 1> この間 <はい S 1> えっとまあまあ今回その今その謎かけでそのいろんなまあただただ謎かけで教えるだけじゃなくて、あの子供たちには物事を連想させる楽しさが ありまイマジネーションねはいはい。で「連想って何?」っていうまあまあそれもあるんで一つのものからいろんなものを思いつく思いついて書くことだよということで昔連想ゲームってありましたよねああったねねあのそうねマジカルバナナみたいなそう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 それも今につながるんですけどもじゃあ例えばじゃあさっきのようにじゃあお母さんと言ったら何 お母さんと言ったらあの、まあ、例えばこれ紙に書いてね、うんうん、お母さんというこの矢印を書いてそこから連想することを書いていこうどするとお母さんといえば、うん、例えば、えっと、台所とか台所といったらお料理とかお料理といったらなんか食べ物とか、うん、食べ物といったらんとかはい、はい、でそうこれねマジカルバナナと同じこの流れで、うん、今の子もマジカルバナナとか知らないので。うん、そうね YouTube で見せると結構受けがよくななるほどいいんじゃいで中に。めちゃいけでもそんなやつよねどんどんどどどん」みたいなやつとさあはいはいそうですね同じようなね言葉遊びを。そうあのその連想するその言葉遊びのこのね言葉遊びのこの「呪術つなぎ」でこれまた子供たちが相手にやって。 でも面白いなってね。そうですね。逆に今アナログの学びというか遊びの方が逆に目新しいかもしれません。うん、で、あのこれって謎がけって、うん、あの、まあ、さっきの言ったように、うん、語彙力、そうそう想像力、はい、表現力。はい。 絶対これねいいと思うんですよ。頭使いますからね。体使いますよ。ここで私だったらね頭使いすぎてこうなったのよってね。ラジオで伝わらないけど。大丈夫。YouTube で映ってるから。今日 YouTube パッと見たんだけど二人ともなんかなんかね帽子かぶってうん色かなんか白と黒でなんかね。あいいですねチーム分けみたいなですね。そう。でまあそんなね二人で今話しておりますが曲行きますか。おっといきなり行きますか。そろそろ半分行ってない。いやまあまあそうですね。まあ言葉遊びもそうなんですけども。 まあねそう東さんねさっき話したんですけど、意外な温度、意外なまだまだこれだけのことじゃなくて、いろんなお顔をお持ちなんですよね。なるほど、線の顔を持つ男ころ見んですからね。見るボロレスイガスもボロレスだったら5時間ぐらい喋れますね。はい、今暑いですからプロレス業界は。はい。でもこれもまた別のスピンオフで。はい。えっと。 音楽もだ触ってるんですよね、うん、そうですね僕はライブ、うん、お笑いのライブも見に行くのも好きですしうん、うん、お笑い音楽のライブも聴、まあ、きに行くのもねすごく好きなんですね。うんうん、昔から僕の大学時代は友達はバンドメンバーが多かったのでうん、うん、自分もバンドも少しやってましたしうん、うん、まあそれで、えー、音楽もやっぱりねその曲楽器を通しての曲もそうですし、はい、やっぱり言葉を紡いだ歌詞にもね、はい、人柄が出ますので、はい、そういう点では人前で え自分の思いというかメッセージをね表現するっていう伝えていくっていうのは同じですからすごくあの勉強になるというかあの伝わるものが大きいですね音楽も。で実は今日はそのそんな中から1曲おかけいたしますがこれ、うんはい、曲紹介よろしいでしょうか、えー、アーティスト名は「さあや」ということで「さんずいに少ないでさ」で彩るの。はい るサーヤとサーヤさんまだ若干二十歳、はい、ピアノ弾き語り系シンガーソングライター、はい、浦添出身ですけれども、はい、まあ一昨年かな、えー、これもあの被災地支援の,あのイベントで共演しましてあるて崎山さんで。はいはい まあすごく当時はまあ彼女は18歳高校卒業したてでしたけどもすごくメッセージ性のある歌とまあ MC ででも素の表情はすごくひょうきんというかで僕のライブにもよく来てくれますがそこからすごく仲良くなってえ彼女の「アーシャなんかもね撮ったりしてますけれどもまあ去年 CD4 曲入りのミニアルバムを出しましてえその中から1曲まあちょうど先月が母の日今月が父の日ということもありますのでこのタイトルの曲を 紹介したいと思います聞、はい、いてくださいさあやでお父ちゃんとお母ちゃんどうぞ、はい、幼い頃から憧れ 何者かに「さらわれたとしても」「二人はいつも太陽になって労になるんだ」「あら私 私の「愛する二人でした」「少し困った顔した赤ん坊を誰よりも優しく抱きしめてくれました」「私の晴れ姿を」 「やさしさもぬくもりもすべて」「音 はい、えー、今回のわらば研究所はですねえと、ー、笑いで人をつなぐ東さんはい<お>よいしょ 東ゲストに呼びいたしまして、え先ほどですね、まあ先ほどね一曲おかけいたしましたお父ちゃんとお母ちゃんね、またあのこのまた皆さんまたぜひよろしくお願いいたします。七月にこちら FM 那覇さんのイベントで出演します。あそうなんですが、はいあのこの読刊フェスですか？瀬戸越くんの出ますのでぜひ皆さん生歌を聞きに来てください FM 那覇までぜひねそうですね皆さんで。 の日ですすすよよねこれはままたた覚えやいいいろししくお願さてまた話を東さんに戻しまして東さんはそのねお笑い音楽プロレス好きでまたさらにまたいろんなお顔を持ちってことですね。音楽ちょっとさっき言えなかったんですけど「ひとつなぎ」さっきね「お笑いでひとつなぐ」っってひらがなで「ひとつなぎ」っいう。 まああのイベント名にしてまだ2回しかやってませんけれどもまあいろんな音楽音楽でもいろんなまあジャンルの音楽の人例えば和太鼓とえフォークとかえいう形で、えー 話題のことねとかこの間はドキュメンタリー映画の岡村淳監督という方をお招きして上映会もねしたりとかそこにブラジル音楽を重ねたりとかいうのをある程度崎山さんであったりとかですねやってましてまあ今も企画はしてますけれども何も私がいろんなところ飛び回ったりしてたりして落ち着かないのでだから朗読と例えばねさっきのピアノの弾き語りとかでその場で即興でですね朗読した その作品に曲をつけるとかいうのをやったりとか、うん、それこそこの謎かけ的なことの言葉遊びを即興的にうん、うん、例えばねジャパンみたいな感じでああいうふうなラップやってみたりとかいうのをね今後ちょっとやってみたいなっていうのをなるほど。はい、で,であのまああれですかお仕事はもう、はい、このお笑いの仕事とか。はい

特育タイプありますけれども。いうことで自然農法さんのですね農薬化学肥料に頼らない土本来の力を生かした農業とか農法の収穫体験とかもやってますし田植えとかねやってますしそれこそわらばさんたちを子どもたちを対象に親子でね楽しませていただいて例えば人参がこういうふうになってんのかとかねえんじの頭にこんな葉っぱ入ってんのとかさあえもうそっからなんだ。そうよ切られてししたのか 見たことないよ子供とかはだあ,あのなんだもう魚ってこれよくた話見たことないよいいなとかお米なんかもさらにね稲穂も見たことないしああえっどろんこの中から入ってくるのみたいなそうか、うん、そこにまたアメンボとかカエルとかねああ小動物とかありますから。うん そこでまあいろんな体験学習をねしたりとか、うん、そういうこともですね<ー>あの紹介したり事務局としてやったりとかねしてますよ2月にはそういう沖縄市で4月にはそこで大宜味村でねやってますしえまあそういうニーズもね増えてきて今安心安全なねその農作物というか食べ物をねえ取り入れていこうということでまあいろんな今地域行政市町村でもですねそういうことを推進してますよ。 このね食育を通してどうですか子どもたちのこのまあこの感想というか反応ね反応どうですかやっぱり苦手な野菜が食べられるようになったっていうのが一番いいですねああいいですねこれとそしてそれを通して親子の会話が増えるっていうのがいいですねもうふだんねやっぱなかなかできないことですしねもしかしたら大人でもやったことないですからねそうそうそうドランコに入るとか田んぼに入る大人はやったことないですよだって今田植えのがあの いやもう汚れるからやめなさいそういうことですだから滅菌殺菌のことで溢れてますからだから逆にあの親の方も目から鱗というか初めて体験しましたっていうね自然に触れることの大事さを感じましたみたいなねなんだあの今日本当に東さん読んで思ったのがねまだまだ引き出しが多そうだなってこれ最初謎かけに行ったんですけどコーヒーとかきましたみたいもう引けば引くほどってから まあどちらも弾けば弾こうと味が出るんだってね子供たちと触れ合う仕事もしてますのでね勉強になりますよ本当にそうですね人の出会いはあの東さんはのまあさっきこの肩書きに笑いで人をつなげるってあるんだけど笑いだけじゃないんですねそうそうですねいろんなもうね接着剤は笑いであってでほんのそれは手段の一部でそういうことですでそんなねなんせあおっともうこのねなんなんせ移管線 放送時間があとね5分ちょいでどうでしょう。ああいいですね。早く終わる感じの放送が一番いいですからね。ね、腹八分ぐらいがいいですから。はい、ね、まあ食育もそうですよね。<laughs> そ,うそうそうそう。健康的にね。うん。うん、今後ね、ええ、東さんはじゃあ、はい、あの例えば今描いているなんかあの。 これかからの夢と展望ありますかはいありましてですね今音楽とかお笑いとかでねつながったりいろんなイベント企画したりしてますけどもちろん食育もそうですけれどもいろんな今わらば研究所のコンセプトも一緒かもしれませんけれども子ども沖縄子どもも多いですけれどもいろんな例えば遠方辺地例えばやんばるとか離島とかにお笑いや音楽のキャラバンで行って。 見せて親子でね楽しんだりとか例えば「笑いジャーでやってみたいに親子が参加してお笑いを見たり一緒にお笑いを楽しんだりとかいうようなえとかまあいろんな施設に行ったりとかね交通維持とかえ自殺維持とかそういう子たちのまあ、はい

ああのま実際にねでもまあここここまでねスケールが大きいねあの手がけてる東さんでございますけども子供宝ですから地域のねいいですねそれにつきますねだから本当にこの子たちが元気に希望を持ってね大人たちが見守ってサポートしてあげないと未来はないですからそうですよねでまあそんな子供たちがですねじゃあもっともっとじゃあね私もこう大きくなったらじゃあこの。 お笑いいいいいいややりりたたとととかか音楽ろんな夢を持ってるる子も思ますでももしかしたら逆にねまだね「夢がないよ」とか「いるまあもうそうそうなんかつまんないよ」とか言ってる子供もいると思いますがでもあえてあえてね僕らたちからね「夢を見るって楽しいことだぞ」と最後にちょっとメッセージいただきたいんですけどこのラジオ聞いてるわらばの皆様お子さんそして親御さんの皆さん 伸び伸びとやりたいことをやってくださいで怒られたら反省したらいいし褒められたらそれを伸ばしたらいいですし <laughs>、えー、大人はガミガミ言わないことでございますわらばの皆さんお子さんの皆さんはやりたいことをどんどんやったらいいです、はい、でそこから自分が、まあ、あの考えてです、ね、道を選んだらいいわけですので <laughs>、えー、希望を持ってです、ね、やっていっていただければと思います自分もそうでしたから。<laughs> はい ねなんかあでもこれなんか最後の僕もそうでしたっていうのがそれもちょっと僕もちょっとなんか似たようなもんがあるかなってほんと何か僕らはねままああ学生時代からしてますから変わんないですねある意味ねいろんなことに興味を持ってね好奇心持ってだきたいと思いますけ親はもうダメだとかないですやらせたらいいんですからはいまあもうこんなねあの好奇心を常に持ってそしてまあ時にはねまあ りちょっとね、しょげたりしてもいいから、そうです人間だもの、友達もいっぱいね,ね、いろんなつながり持ってたらいいですよ、そうですね、いっぱい笑ってください、そして毎日ね、はい、美味しいご飯食べて。うんうん いやもう今日はねすべてのねこの子供たちのこのまあ夢とかそういったことにつながることすべてのことにつなげてしまうこの東さんでございました、はい、つなぎですからねちょっと欲張っちゃいましたねすいませんいやいやいやもうすごかったですね、はい、いやいやまだまだこれ話せること懐けたかったなライブでね,ね、えー、もうこれじゃあ今度ライブでやりましょう <laughs> そうねまた呼んでください <laughs> はいいやということでですね、はい、まああっという間でございますよ、うん、あとねこちら放送時間またわずかでございますよ楽しかったですね ねあのじゃあね、僕、最後に子供でちょっとね、謎かけ、じゃあ、子どもとかけまして、この放送を聞いていただいた皆さんと解きます、リスナーの皆さんとときます、その心は、成長ありがとう。ありがとうございました、綺麗に整いました。いや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 、こんな、もう今日私もちょっとね、まお題も来なかったからね、謎かけやりたかったなという、ちょっと笑点不良があったりして。 いやもう東さんはもうまたあ今後また新しいイベントとかはま特にないですね7月の第4土曜日に小沢笑劇小沢笑劇予定となってますのではいそれでまた7月7日にここ FM 中でドッカンフェスは遊びに来ます遊びに行くのね知ってる人ばっか出ますのでまたぜひぜひまたどっかでね東さん見た時にはぜひねはいあのいろんなあの本当顔お題を振ってくださいよろしくお願いいたします私にもよろしくお願いいたしますはい。 さあ、うんえー、放送時間もそろそろでございますよ。<ー>はい、うん、わらば研究所では皆様からのこちらお便りを募集しております。はいえー、メールでは、えー、わらけんアットマーク780、わらけん780アットマーク、うんえー、こちら Gmail ドットコムでございます。はい。 はいなんかねあのー、子供さんがこう言ったとかね、うん、ああいうこと言ったとかねそんな話でもいいですねそうですね読み間違えたとか言い間違えてでもいいですね,ですねおそこまランチとかねそういうのを集めてコーナーしてもいいかもしれませんねはい、はいえー、わらわ研究所、うんえー、この放送はおけ通り純駆動ショップから歩いて30歩 おそばの大福さんの提供でお送りいしました、うん、はいそして本日のゲストさんは東さんでございます東でしたどうもありがとうございました歯磨けよはい担当私ケイシー高美社でございましたそれでは皆さんまた来週お会いいたしましょうさようなら,ならありがとう